はい最後水曜今日はですね県が主催する国際協力事業の現場に来ておりますまずはですねこの OIC ユースという名前でまあ県民に知られている事業ですがこの事業についてその概要をですね助官の加藤さんの方からちょっと説明していただきたいと思います加藤さんよろしくお願いしますはい、えー、この事業はですね沖縄県の、えー、正式名称が沖縄国際協力人材育成事業 というもので通称 OIC ユースと呼ばれておりますが、えー、沖縄県のですね高校生39名にアジアの途上国に行って国際協力の現場をですね見てリポートしてもらうという、えーまあ、ちょっと日本国内でもあまり例を見ない、えー、素晴らしい事業だと思います。で3この事業がですね、えー 開始されてから今年4年目そして今年はですねラオス、ベトナム、スリランカ3カ国にですねそれぞれ13名を派遣するということで、まあ、こちらを代表する県内の離島を含む高校生39名がですね5月に選抜されてそれから6月末から事前研修そして7月25日から約12日間の海外研修を経てそれで明日のですね成果報告会本番に向けて今日は最後の準備。 をしているという段階でございます。ありがとうございます。まあこれからですね実際参加した高校生に話を聞いていきたいと思うんですけどもまず加藤さん、はい、<laughs> この授業を取り仕切るにあたってですねまあ加藤さん自身も協力隊のまあ O.B. であられます,うす、ね、どういう思いでこの授業に関われていますか。 はい、えー、まあそもそもジャイカの青年海外協力隊は20歳から参加することができますけれども、えー、こういったようにですね、高校生のうちにその国際協力の現場、つまり開発途上国地域にですね、高校生を派遣するということはもう素晴らしいことだなと思います。で、見事にですね、この4参加年減ってきましたけれども、えー、途上国の本当に生の現場をリアルに見ることでですね、あのまあショックなこともあればものすごい 日本ではでではきない体験をしますのでその後のそ後、ね、彼らの進学進路にです、ね、プラスの影響を与えてそして県の方々が想定しているようなこれからのです、ね、国際協力を担っていけるような人材になっていけるということで本当に日本国内にはない素晴らしい事業だと思っております。 ありがとうございウチ内南地大会の方でもですね、この若者にですね、非常に期待しているところがあって今まで内南ン地大会といえばですね、移民の人たちのイベントだというような意識がですね、県民の中には多かったですがでもです、ね、実際、世界の内南中と呼ばれるような人たちは今もですね、どんどんんどんどん出てきていて活躍をしていると。 またこの高校生の皆さんが新たな世界のうちなんちとなって活躍してほしいという私たちの思いもあるわけです。今日はですね3人の高校生の皆さんそれぞれ行った地域が違うんですよね。それではですねまずその名前あと高校そして行った国のことをまずあのお話ししていただきたいと思います。それと同時にですねその行った国でのどういう経験があったのかどういう出会いがあったのか。 そういう中でまあ自分が感じたこと変わったと思うことお話ししていただけますかはいよろしくお願いしますスリランカへ派遣されました名古高校2年の木南々です私はスリランカで実際に物恋に遭遇しました私の夢は助産師になるっていうことだったんですけどスリランカへ行って実際に物恋に遭遇することによってすごいショックを受けて自分は本当にこんな人たちと一緒に 働けるんだろうかみたいななんか日本は恵まれててすごくそういうのに遭遇する日はなかったので初めてのことでショックだったんですがでも幼稚園に訪問した時に幼稚園で在家単位として働く佐藤さんっていう女性の方に出会ってその人の働く姿や幼稚園の子どもたちの笑顔を見るうちに私も。 途上国で助産師として働きたい小さい子供を取り上げて。女性の死亡率も出産に関する時の女性の死亡率も減らして。頑張りたいと思いました。社団高校新里公平です。私はベトナムに行って。まず街を見た時にインフラ整備やこの。発展途上国っていかにも発展途上国って感じのするような街を見て驚きました。 ここにはもっと日本の支援海外の支援が必要だと感じましたそしてこの今回ベトナムのテーマである平和構築でベトナム戦争のさまざまな目線からのベトナム戦争を見てきたんですがこれを知らない私がいてこれをもっとうちのちに知らせなければいけない沖縄でベトナム戦争があった時に沖縄であったこと沖縄がベトナム戦争に大きく関わっていたことをもっとこれからも広げていかない,な広げてい,かないといけないなと感じました えっと、ラオスに派遣されました八重山高校3年大工勝利です私はこの派遣を通して幸せについての価値観が大きく変わりました、えー、私が行った CDC という子ども発展センターでは子どもたちの,あの元気なエネルギッシュなこの姿にすごい圧倒されて私,私自身も勇気をもらうとともに大きな刺激を受けました、えー、っと言語が違う中でもこの 自分に対して明るく優しく接してくれている姿を見て本当に優しいんだなと思うと同時に沖縄とどこか似ているところがあるなというのを感じました、えー、後々伺った話によるとラオラオというラオスのお酒があるんですけどそれが沖縄の青森というルーツになっていることも知り沖縄とラオスはどこか似ているところがあるんじゃないかというのを感じましたまたホームステイ先では えと私がちょっと質問をしたんですけど幸せ質問した内容が、えー、と何が欲しいですかって聞いたところ1杯の飲んだことのないスープが飲みたいと答えてくれました私はその言葉を聞いてそれで本当に幸せなんだろうかって思,う思ったんですけどこの向こうの人たちの心の温かさ,温かさといいこの感じる感覚 価値観が違ううなっていうのを感じました、えー、こん今回学んだことを糧にもっともっと、えー、世界に発展していけるような人材になりたいと思っていますありがとうございますありがとうございます,ういますもうなんかちょっと話聞きながら自分うるうるして,きて <laughs> 感動して <laughs> 大変なんですけどそうですねあの今回この国際協力という枠の中で皆さんその各国々へ行かれたということですね。 今ですね、まあ、高校生、まあ、日本全国見てるとよく言われるのがまあみんな内向きだとかもう海外旅行へさえも面倒くさいから行きたくないみたいなまあ今高校生夏休みまあ明けましたけど、まあ、見てるとですね、まあ、大体その何ですかポケモン GO とかやりながらですね、まあ、海外のことどころか <laughs>。 地域の問題にさえも目を向けないような高校生がいるんじゃないかみたいなそういう印象を受けてですねちょっとこう暗い気持ちになってしまう時もあるんですけど今日は皆さんのこういう素晴らしいですね話を聞いてですね非常に感動してますなぜまあ皆さんはまだ若くていろんな可能性があっていろんなことがこれからできると思いますもっとお金を稼ぎたいとかもっと自分の例えば、えー、っとかっこいい車が持ちたいだとか そのいいところに住みたいだとかそういうことではなくてなぜその国際協力というものにその興味を持たれたのかそれを伺ってもよろしいですかあ、えっと、私はそういうあのさっきおっしゃってたようにお金が欲しいとかそういうのもあるんですけどでもそれよりなんか自分は国際社会でなんか本当に困ってる人を助けたいみたいなのが小さい時から なんかあって親戚に医療関係従事者が多いのもあってそういうのを小さい時から助ける姿を見てたらなんかそう思ってました。えっと僕がなぜ世界に興味を持ったかっていうのは過去の日本沖縄を振り返った時に沖縄うち南中がさまざまな世界に飛び出ているっていうことをして世界って何なんだろうって考え始めてでさまざまなことに興味を持つ中で。 自分がが届いたのが国際貢献でなぜじゃあその国際貢献がに興味を持つのかと言われると理由は特になく世界が好きで世界の平和を作りたくて一択ににてを自分は好きになれると思うんですだから将来はいろんな世界に回ってもう世界を自由に歩くような人材になりたいと思っています。 私が住んでいる石垣島にはまだ医療が発達してず人材が足りてないっていう現状を最近知りましたその中で考えていく上でこの世界ではもっともっとこの問題があるっていうことを聞き国際協力というものに興味を持ち始めました国際協力っていうのは実際現地で苦しんでいる方々に向けてどういうことをしてあげるのかでどういうことが求められているのかということを もっとよく考えていくべきだなというふうに思,う思いましたまた国際協力とは現地のニーズを応えることが一番大事だとこの研修を通して思いましたはいありがとうございます高校生と思えないほど素晴らしい <laughs> まあ意見を述べていただきました、まあ、最後に質問になりますけども、まあ、この世界のウチナンチ大会 まあ沖縄県民がですね今までそのいろんな海外にこう出ていったまあその一つそのまあ開拓精神ですねえそういうのを私たちが確認する場でもありますこれから皆さんですね世界に向けて羽ばたいていくということなんですが今、新里さんが言ってましたね「その内南地としてという話をされていました南地がですが国際協力に関わるという。 まあ意味というかですねうちなんちとして自分はこういう関わり方を国際協力との関わり方をしたいと他の国々との関わり方をしたいということがあったらそれを教えていただけますか あの沖縄って皆さん,なんかよく言わ,言われるのは人が優しいねとか温かいねとかだと思うんですけど私はその沖縄の強みっていう部分を生かして海外でも周りの人と積極的にコミュニケーションを取ったりしていきたいと思っています。沖沖縄縄に住んででて私は沖縄が大好きででこのえっと 私自身、ウチナンチ大会には出場した空手で出たことがあってその時に海外からこんなにも沖縄に人が集まるんだって見たときにとっても驚いてで私自身世界の、世界に住んでいるウチナンチのことを知らなかったでこれを知ったときにじゃあ私も世界のウチナンチになろうって決めてでもっとこれからもこの沖縄のために沖縄を世界に広げていくそして沖縄からできること、平和の 平和のことを宣言するであったり、世界に協力できることがあるんじゃないかと考えました。えー、結論は、あ結論何です？大丈夫です。私は、えー、世界のうち南ああと沖縄のうちな世界のうち南シとして、えー、沖縄に住んでいる魅力を多くの海外の方に伝えると伝えるということが、えー、大事だと思いました 世界にはまだ多くの県人会がある中沖縄にある県人会もあると伺っているのでその人たちともいずれは交流したいなと思いましたそのためには今から今から国際協力とは何かそして世界の人々と関わっていくことの大切さを学びたいと思いましたこれからは世界に羽ばたける人材となっていくためにもっともっと沖縄のことをよく知りそして世界各国にある 様々な問題を考えてい,くいこううとと思いいいまましたありがとうございますいやいや、本当に皆さん、もう世界のうちなんちですね、すでに、そしてこれから本当に世界に目を向けて、さ、ま、ら、あ、に勉強してですね、ぜひ沖縄の未来を、まあ、背負っていくと可かわいそうですね、高校生ですからね、重すぎるかもしれません、だけど、夢を持ってですね。 ぜひその誇れるウチナチとして世界に羽ばたいて世界の人たちと協力し合いながら共に生きていってほしいなと思います。加藤さんどうもう明日の報告会これもすごい楽しみですね。うすねもう今から自分ちょっともうドキ,ドキ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 して明日が待ちきれない感じです。はい今日は本当にありがとうございました皆さん明日は頑張ってください。それはですね最後にですねまあ世界のウチナチの方々にこの放送を見てる方々に向けてですねえ待ってますよとマッチョ運動という一言をかけながら。 手を振りながら終わりたいと思います。大丈夫ですか。はい、それでは、皆さんはい、三二一、はい、マッチョ運動、運動はい。